2021年6月10日よりリデットエンターテインメントと専属選手契約を結んでおります田村隼人選手につきまして、本日9月29日正式にグレートに入団することとなりましたのでご報告をさせていただきます。2021年9月7日のゼロワン様の記者会見の通り、田村選手が代行ゼロワンの高祖社長とアルファジャパンプロモーションの新井社長とで締結をしました。3社覚書につきまして、田村選手が依頼した弁護士より2021年5月31日付の解除通知によって契約終了したとの確認をしております。そのことから、我々は選手契約を結ばせていただきました。なお田村隼人選手およびリデットエンターテインメントにおいて代行ゼロワン様およびアルファジャパンプロモーション様に関わる企業および個人との間で係争中の事案は今までのところ何もございません。今後田村隼人選手および所属選手に関しまして何かあれば会社としてしっかりと対応をしてまいります。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。2021年9月29日リデットエンターテインメント株式会社代表取締役社長鈴木博之。続きまして本日グレートに入団しました田村隼人選手より一言お願いいたします。田村選手、はい、本日よりグレートに入団させていただきました田村隼人と申します。またこの度私の記事のリリースに関しましてファンの皆様、関係者の皆様にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。だ、私自身半年間冷静に対応させていただいておりましたが、あのようなリリースになってしまい残念に思います。またそんな中でも私のことを改めて信じてくださったリデットエンターテインメント鈴木社長をはじめグレートのメンバー、そして周りの皆様に支えられていることを痛感いたしました。また私自身田村隼人はグレートに入団しグレートのメンバーとともに精一杯精進してまいります。また今まで私がプロレスラーとして活動している中で関わっていただいた全ての皆様に感謝の気持ちを忘れず、これからもその感謝の気持ちを持ち続けながらプロレスラーとして活動していきたいと思っております。一人の大人として、そしてプロレスラーとしてこれからも一心不乱に戦ってまいります。これからも田村隼人の応援を皆様何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。続きましてリデットエンターテインメント代表鈴木博之よりお話をさせていただきます。本日は皆様お集まりいただきましてありがとうございます。まずですね、ゼロワンさんの、皆様あと選手皆様に、お詫びとあと感謝の、弁をお伝えさせていただきたいと思っています。というのはやはり我々が、昨年プレ旗揚げしてからなかなか上がるリングがない中、本年の1月1日、ゼロワンさんの大会に上げさせていただいて、また靖国大会で、非常に我々のグレートの、8人タッグマッチこちらの方で評価をいただくことができまして、で今があるというふうに思っております。それは全てやはりゼロワンの、選手皆様とあとファンの皆様が我々グレートを受け入れていただけたからというふうに私は考えております。ですので本当にありがとうございましたという気持ちと、こういった結果になってしまいまして、本当に申し訳ございませんというところをお伝えできればというふうに思っております。また、この業界関係者の皆様プロレス業界関係者の皆様にも、多大なるご心配、ご迷惑をおかけした点も、多々あったかと思います。これにつきましてもまずお詫びをさせていただきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。で何より、そんな中でもサポートをいただけました、全日本プロレス様大日本プロレス様はじめ関係各所様、いらっしゃいましたので、
また、あのこちらにつきましても本当に大変ありがたい、ご指導ご鞭撻いただいて本当にありがとうございましたとお伝えさせていただきたいと思います。で、ゼロワン様とは先ほどお話しあった通り、何か今係争中の問題というのが、田村隼人選手およびリレットエンターテインメントでということは今のところ一切ございません。で、本日のその入団をもちまして、今後もし何かあるようであれば、そちらはしっかり会社として対応させていただきたいというふうには思っております。で、そもそも田村隼人選手にうちの方へ、ぜひグレートに入団してもらえないかというのを私の方からアプローチさせてもらいまして、まあ、これが、2月、3月ぐらいでしたか。で、まあ、そこからゼロワンさんと、まあ、やはり企業対企業ということでお話し合いということで、まあ、当初から田村隼人君と一緒に動いておりましたけれども、そこに人道から外れたこととか法令の違反していることとかそういうことを私の中では一切ないと思ってます。 ですのでゼロワンさん の、 その解釈として、まあ、私も企業の、まあ、代表として今まで社員何名ともこう分かれてはきてるわけですけれども、どうしてもそのお金とかそういうところではこう解決できない件っていうのがあると思います。その心情的に、どうしてもそのゼロワンさんがということではなく、私も、一人の社員が辞めていく中で怒りとか悲しみとか、まあ、そういう嫉妬であったりとかそういうのが多々ありました。ですので、今回、まあ、何かお金が問題だったのではないかとかそういうお話もありましたけれども、そこら辺ではないというふうに私は思っておりまして、最終的に心情的なものということで言いますと、もう私が入ったことでこじれてるかなというところもありまして、まあ、会社リレットエンターテインメントが入ってることでこじれたかなというところもありまして、まあ、最終的に田村君と、田村選手のご両親、こちらで控訴代表とご対応いただくようにということで、一旦手離れして、で、本人から最終的に、決着しましたというところで、報告を受けた上で、専属契約、そして本日の入団という形になっております。ですので、まあ、そこら辺を全て話すことはできておりませんけれども、ご理解いただいて、今後も田村隼人選手とグレートをぜひ応援していただけたらというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。専属契約は6月か、はい、その時点ですでに問題は解決していたということでしょうか。そうですね、5月の、3日で、田村隼人選手、から、コース代表にお送りになられました、内容証明になりますかね、そちらを発送いただいて受け取り確認ということで、まあ、送付発送した段階でということになりますけれども、解決ということになっているというふうに報告を受けています。となると、ゼロワンさんが9月7日に会見を開いたというのはどういう経緯なんでしょうか。ですね、私ももうそこから一切そこっていうのはもう5月中旬ぐらいからゼロワンさんとお話をもうしないというふうに決めて、でもう本人の思うがままに、あとご家族もやはり大変心配されてましたので、ご家族の思うままにしっかり対処していってくださいということでお願いしてたんですね。で、本来ですと7月の1日の、東京ドームシティホールの大会で田村隼人入団までをできれば発表したかったんですけれども、やはりどうしてもこじれてる感というのは私からは脱げれてない状況の中で、ここはもうしばらく入団という発表を控えさせていただいて、専属での契約という形にさせてもらおうということで本人と話して今日まで来てました。もうこれはゼロワンさんがやっぱりご納得していただいた上で我々も気持ちよく入団という発表をさせていただきたいというのがあったので、そこを待ってたんですけれども、結果ああいう形になってしまったということになります。はい、差し支えなければと言いますが、先方との三者覚え書きというのはいわゆる独、フリーランスとしての独占市長契約というのはここでいいんでしょうか。そこまでの縛りではないという解釈で我々はいます。ですのでそこに、まあ、いわゆる金銭的状況とか期間の状況とかっていうのも、まあ、
あったの、あ、金さんのあったんですよ、北の情報とかありましたからね。であったんですが、もう私たちの方で弁護士の方にご確認もいただいたのですが、もう内容証明一通で解決できる内容ではありますというふうに言われておりまして、そこまでのものではないというふうに我々は理解しています。そこでもこじれてるか、ただ、はい、01の方では、9月の会見で、田村詐欺選手から、シカトされたというような、かなり きつい表現を使っていましたけれども、はい、そのこじれてはどのようにして生まれたものなんでしょうか。ここはですね、やはり本人の態度の問題は私はあったと思ってまして、で一番最初にゼロワン様とこうミーティングさせていただいた際に、まあ、それについてはこの間の記者会見の、まあ、ご発表通り私がちゃんと指導してまいりますというお話をさせていただいたのは事実です。でその後に、アルファジャパン様の新井様に代表にすぐ連絡しなさいという形でお詫びを申し上げなさいという形で連絡をしてもらいました。そしたら今そのリデットエンターテインメントと話し合いが始まっているので少し待つようにという話だったということなんです。でそこからずっと、まあ、直接話せればよかったんですけども、第三者にも介入してもらってとかいろんなちょっと状況がありまして、医師の疎通の不具合とかいうのを含めてあったんですけれども、もう一つの会社待つようにと言われて待ってたのと、あとは、いわゆる弁護士が途中から入りましたので、弁護士の方からもう直接ゼロワン様に関わる皆様と会話とか一切してはいけないっていう、かなり傲慢な弁護士さんに私も後ほど知ったんですが疲れまして、で一切話すなという話をされてたようで、まあ、そこはそういったことでそれを仕方というふうに捉えられたというのはあるかもしれません。あとは会場で挨拶がないとかそういうところのご指摘がありましたので、それはその都度指導の方をさせていただいています。はい、そうすると妻さんなんですけど、これはまあこういう点で本当に聞いた方がいいのかもしれませんが、はい、9月の段階で絶縁であるというような、あるいは態度の剥奪であるというような発表で噂がされたのはもう、感情の仕込みをあそこで噂が清算されたというような解釈でいいんですか。我々はあれをもって全て解決というところに行かれたのかなというふうには思っております。法的書面的な部分はもうすぐクリアになってきたけども、あとは感情の部分を、はい、あそこで向こうも断ち切ったというようなというふうに私は理解しています。やはりですね、言っても田村隼人と絶縁って書いてくれればよかったんですが、グレイトと絶縁っていうふうに書かれたことによって我々もやはりそれ相応の対応を迫られたわけです。ですのでやっぱりもうただでは、まあ、かなり私たちにこう配慮していただいたような話にはなってたんですが、実際は相当私もこう動くことになりましたので、そういう意味ではその田村隼人リデットエンターテインメントということで両者に対して その解決というのは記者会見でされたのかなというふうに思っています。今後はゼロワンとの向き合いはもうなさそうですか。私としましてはやはりすごく橋本真也さんからずっとつながれている団体で、まあ、先ほどもお話しした通りゼロワンさんによって我々は大きくしてもらっているというところも本当に感じております。ですのでできることならまた上げていただきたい、でぜひ上がっていただきたいでいうのはそれは実はもう想像するといろいろ面白い、取り組みカードっていうのが実現するだろうというふうに私もちょうど世代的にも戦ってもらったらファンの方喜んでいただけるだろうなっていうところが想像できますので、それは私としましてはもういつでもぜひやらせていただきたいっていうのがあります。ただ田村隼人本人がそういう気持ちかどうかっていうのは当然あるんですけども、グレートとしてっていうことでの回答です言いますと上がらさせていただきたいですし上がっていただきたいっていうところがあります。はい、ありがとうございます。他に質問の方いらっしゃいますでしょうか。はい、週刊プロレスの重原です。はい、ありがとうございます。ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないですが、はい、鈴木社長としてはゼロワンさん、まあ、会見で
契約上の問題とかより前説の問題だったということだったんですけど、はい、まあ、それ記者庁としてはもうゼロワンさんの会見以前の段階でその前説の問題っていうのもすでにクリアされていたということなんでしょうか。礼節の問題というのはですね、もうこれはやっぱりその受け手側 の納得でしかないと思ってますので、今の段階で、言えることはその怒りを買ってしまったということ、あと悲しませてしまっているということなんだろうというふうに思ってます。ですので、そこが解決ということにはなってない、まあ、ただ先ほど、おっしゃられたようにまあ、よってその絶縁というのとタイトル剥奪ということで解決に望まれたのかなというふうには思っております。まあ、そのぐらい大きいことだったというふうに解釈します。ありがとうございます。あ、すみません、そもそものところなんですけども、田村選手、グレートさんとして、田村選手が欲しいとなったときに、確認書などどのようなフリーであるならばということですよね。そうですね、もちろん、ゼロワンさんで活躍しているというのはもう重々承知しておりましたので、契約はどうなんだろうとか、そういうところはしっかりと確認させていただいて、我々の弁護士の方とも確認した上でアプローチという形になっております。はい、その時点では、覚書がある状態、ある状態、状態、はい、有効の状態です。じゃあそれが、例えばあんまり細かくなりすぎないけどが、はい、どうなったら契約しましょうというような感じになっていますね。例えば、覚書がある選手に手を出したということにもなってしまうのかな、どうなのかなと思います。ああ、ありがとうございます。覚書が無効というか、まあ、いわゆる解除、もしくは無効ということになるならば、我々は入団してもらいたいというそういう話になっています。はい、ですので、ちゃんとお話しさせていただくと、その契約期間っていう中では途中の解除になってはおりますので、そこら辺も含めてわだかまってるっていうのは十分理解できます。ただこれが法的に問題があったかというと、そこはもちろん田村選手 そのご両親、まあ、弁護士様と我々の弁護士もその後日確認はしてますけれども、一切問題がないというところでは確認しております。改めて、本日グレート様に入団させていただきました田村隼人です。先ほども申し上げましたが、今まで携わってくださった全ての方々に感謝の気持ちを忘れずに、これからも感謝の気持ちを持ち続け、一人のプロレスラーとしてしっかり精進してまいりたいと思います。これからも田村隼人の応援を引き続きよろしくお願い申し上げます。